夢か。ここは、こんなものかな。ミーシャ？でも年は近い女の子が一人。アガットさん、よかった、目を覚ましたんですね。でもミーシャとは違う、パッツキン美少女、チビスケ。体の方は大丈夫ですか？ああ、別になんとも。起きようとするけど、痛かった。ダメですよ、おとなしく寝てなくちゃ。まだ傷がちゃんと塞がってないんですから。へっ、このくらいの怪我、どうってことはねえっての。ほっときゃすぐに治るって。ダメ！フォアティーター強く出る。私、お姉ちゃんと約束したんですから。アガトさんが良くなるまで絶対ベッドから出さないって。おい。わかったわかったっつーの。アガットは少女の瞳に弱い。ほったく、ムキになりやがって。そういや、もう夜なんだな。エステルたちはどうしたんだ？お姉ちゃんたちは一旦ボスの町に戻りました。将軍さんとの約束があるらしくて。将軍との約束だ。はい、エステルからの伝言を伝えた。なるほど、あのモルガンを動かしたか。それじゃあそろそろギルドに軍からの連絡が入ってる頃だな。よし、早速俺も。じーと思ったが、さすがに今日は遅すぎるな。明日の朝にでもボスに戻るとしようぜ。アガットもおとなしくすることを覚えた。でも、たっぷり寝てから体力もかなり戻ってきた。怪我もかすり傷ばかりだから、普通に動いてても勝手に治る。大丈夫、心配すんな。無理してないですか？俺は遊撃士だぞ。結社殿の竜太の相手に無理できるほどずぶとくねえよ。これ以上お前を危険な目に遭わせるわけにもいかねえしな。おっかないお目付け役を怒らせる度胸はねえってことだ。素直に信用してくれや。もうアガットさんたら。でも本当に元気そうな感じですね。だから言ってんだろうが、てめえの体はてめえが一番わかってるんだっての。よかった。つい涙がこぼれる。ティータ、なんだ。泣かれて焦るアガットクロスナー。自分が何かしたかと心配になる。だから本当に大丈夫だっての。女神に誓って嘘は吐いちゃいねえよ。違うんです。ほっとしたら私、胸がいっぱいになっちゃって。大泣きするティータ。ラッセル、ああたく仕方ねえな。これはもうベッドから出ても許される。悪い、いろいろと心配かけちまったな。一人で突っ走った挙句、勝ち目のない喧嘩をやらかして、しまいにはお前にあんな無茶をさせちまうとはな。そうだよ、アガットさんのバカ。私本当に心配したんだから。あ、そうだな、本当に大バカ野郎だぜ。さあ、この二人、何やら一歩前進してしまった気配もしますが、それはさておき、月が綺麗ですねというのが何を意味しているかというところですが、さあしばらくこのままでいた二人、落ち着いたか？コクン。ごめんなさい、いきなり泣いちゃって。ったく、あんまり驚かせるんじゃねえっての。銀髪野郎とやりやるよりも肝が冷えたじゃねえか。そうだ、アガットさん、お腹空いてませんか？村長さんに材料をもらってスープを作ったんですけど。お、道理でいい匂いがすると思ったぜ。で、ちょっと待て、どうして台所が？さあ、台所が使えるのが不審なのか。アガット、よくよく見たらたまげたな。ところどころ違うところもあるが、あの頃とそっくりじゃねえか。そう、アガットはね、しばらくこの村を開けていたので、荒れているかと思いきや、おまけにこんなものまで。へっ、よく残っていたものぜ。はてなはてな、おっと、わけわからねえか。実はこの家はな、10年前に全焼してるのさ。帝国軍の焼夷弾が流れ弾になって降り注いで、あっという間に火がついて黒焦げになっちまった。その後、村長たちが物好きで建て直したのは知っていたが、まさか家具や内装まで揃えたとは思わなかったぜ。俺も今まで中に入ったことはなかったんだが、さすがにここまでされたら礼を言うしかなさそうだな。中に入ったのは実はこれが初めてだったと。それじゃあ、その時にミーシャさんは。あ、バレちまったか。
俺の誕生日のな、プレゼントを用意してたんだ。手作りの俺に似合うアクセサリーってな。山道に避難する途中であいつそれを取りに家に引き返して、そこに焼夷弾が落ちた。助けた時はひどい火傷を負っていた。それでもプレゼントはしっかりと手に握りしめて、金具はダメだったが石の部分は無事に残っていた。こいつがそうだ、アガットがいつも胸にぶら下げているものですね。七宝石でも何でもないただの綺麗な石ころさ。多分この近くにある小川で見つけたんだろう。こんなもののために行って何度も追ったか分からねえが、不思議とあいつを責める気にはなれなかった。片身のつもりはなかったが、戦争が終わって村を出て荒れた暮らしをしていた時もこいつだけは捨てられなかった。は、情けない話だろ。そんなこと実際情けないんだよ。こいつを眺めている間は俺は怒りを忘れられずに済んだ。あの時あいつを助けられなかった不甲斐ないてめえ自身への怒りを、あ、そうしてかきたてた怒りを銃剣に乗せて叩きつけることで、どうやら俺はてめえ自身を保っていたらしい。欺瞞に陥って前に進めない半端者、あの野郎の言う通りじゃねえか。アガットさん、いや、もっとたちが悪いか。都合の悪いことから目をそらして逃げているだけのクソ野郎、俺が一番嫌いな負け犬ってわけだ。はは、こいつは傑作だぜ、アガットさん。さあ今度はティータから寄っていく。私、アガットさんの気持ちはちゃんとはわからないけど、どうして苦しんでいるのか分かってあげられないけど、だけどミシャさんの代わりにこれだけは言わせてほしいです。はてな、私の大好きなお兄ちゃんをバカにしないで。お兄ちゃんのいいところを何も分かってないくせに。お兄ちゃんのことは私が一番よく知っている。悪く言ったりしたらたとえお兄ちゃん自身でも許さないんだからな。さあティータにミシャが憑依したかのごとく喋ってくる。私、ミーシャさんには負けるかもしれないけど、それでもアガットさんのいいところをいっぱい知っています。だから悪く言われたらすごく悲しいですし、アガットさんのこと何も分かってないくせに言ってとっても腹が立ちます。だからあ、参ったな。ミーシャそっくりの口調で短歌切りやがったと思ったら、ガキのくせに随分マスタマネをしてくれるじゃねえか。子供扱いしないでください。私本当に悲しくて怒ってるんですから。そうか、俺は俺のことを何も分かっちゃいないか。まったくその通りだぜ。あ、ありがとうよティータ、よく気づかせてくれたな。アガットさん、てめえのチンケな物差しでてめえ自身を測っても仕方ねえ。だったらせいぜいあがいてみせるさ。怒りも悲しみも関係なく答えが見つかるまでまっすぐにな。え、そうすりゃこいつを持ち続けてる意味もいつかわかるだろうさ。はい、さっきはね一歩進んだと言いましたが、この二人二歩も三歩も関係性が進みましたね。さあそして一晩明けたボス氏、中はだいぶ片付いたでしょうかね。出てきたのは軍の人。もうね、軍と協力していろいろ始めている。さあこちら、そっか、もうマーケットの修復作業が始まってるんだ。昨日の今日だというのに随分手回しがいいのね。うむ、メイベル市長が随分と頑張っておるようじゃ。ラベンヌ村への援助物資もすでに搬送されたらしい。皆不安を感じながらも精一杯頑張っておるようじゃな。オートと連絡を取ったのですが、昨夜おばあ様が声明を発表されたそうです。竜の脅威に対する速やかな対策と被害地の援助を約束されました。そっか、さすが女王様。ふ、帝国のお偉方にも見られてほしいところだね。何しろ民を安堵させるよりもパーティーの方が大事ときている。ま、それを言うなら共和国も同じようなものだ。互いの縄張りを意識しすぎて逆に残しがどうも多いからな。どの国も政治は大変そうですね。それが小国ならではのフットワークかもしれません。いずれにせよこれで流体策への準備は万全に整うと思います。まずは王国軍のお手並みを拝見ってわけね。私たちは国際空港に行けばいいのよね。うむ、第一発着場に午前10時にとのことじゃ。今が9時くらいじゃから買い物をする余裕はあるじゃろう。
そっか。でもボースマーケットはさすがに営業してないのよね。マーケットの商人は現在ホテルに避難しておる。商いもしておるそうじゃから買い物はそこで済ませるがいい。ふ、なるほどね。空港に向かう前に訪ねてもいいかもしれんな。それでは空の奇跡セカンドチャプター続きやっていきたいと思います。前回はアガットとティータの関係が2段階も3段階も深まったりしましたね。で、その後王国軍から連絡が入って、あれですね、古代竜のね捕獲作戦を行うということなので、そのオブザーバーとして我々も乗り込むことになりましたと。で、ここにメイベル市長がいる。まあ皆さん、あ、メイベル市長、ちょっと驚いちゃったわ。猛工事が始まるんだもの。市民の協力もあって予定より早く着工できましたの。ラベンダムライの救援物資も無事に送り届けましたし、これでようやく急場を失えたというところですわね。仕事の早いメイベル市長だが、体調は大丈夫か。なるほど、人らなくってことね。それでリアさんの容態はどう。残念ながら昨日から変化がありませんの。お薬の効き目が現れるのをじっと待っている状態です。そっか。でも心配しているだけでは何も解決に向かいませんわ。ともかく今は市長として己の職務を全うする所存です。もしここにリアがいればそう叱咤してくれると思いますの。うん、そうだよね。私たちも精一杯やってくるわ。良い知らせをお待ちしております。はい、レイベルさんも背中を押してくれたところで空港に行きましょう。軍の人がね待っているという話でしたが、ていうかあれですね、いつもパーティーメンバーはね4人で移動することが多いので、この5人でねうろつけるのは珍しい光景ですね。軍の飛行艇はまだ到着してないみたいね。一応買い物をするくらいの時間はあるみたいだけど、どうするのエステル。はい、準備はいいですかということで待ちましょう。それじゃあ軍艦が来るまで待たせてもらうことにしましょう。迎えに来る軍の飛行船って、あのごつい装甲の飛行艇よね。警備飛行艇ですね。軍の主力艦艇ですから多分そうだと思います。火力、積載量、機動性の全てにおいて高い性能を持つ王国軍の警備飛行艇。10年前に開発されてから様々な改良がなされてたね。10年前はカシウスさんがラステル博士に頼んで作られている。はい、基本性能の向上に加えて様々な追加兵装を加えることが可能になっています。哨戒機、偵察機、攻撃機、各艦艇の兵装を変えることで柔軟な艦隊編成を目指すという構想にも続いていると聞きました。ふむ、さすが飛行戦先進国だ。共和国にも飛行艦隊はあるが、張り子の隣に近いからな。ふ、それは帝国でも同じさ。飛行艦隊もあるにはあるが、やはり主力は戦車手段だからね。他の国はまだまだ空の方はあまりね力が入っていない。リベールはそれもあって帝国軍に勝てたわけですが、なんか聞いたことないエンジン音のようだが、これは、はい、警備飛行艇ではないエンジン音。この音は、はい、こんにちは、白き戦艦、いや巡洋艦ですか、アルセイユさんが来てくれた。今回は王家の船であるアルセイユも作戦にね参加するということですかね。まあリベールのね今国の危機、モルガン将軍も言っていましたけど、結社とのね戦争に近い状態なので、ここはねリベールも総力を上げていきたい。ああ、私たちを乗せる船ってアルセイユのことだったんだ。昨日ユリアさんに連絡した時はそんな話は出ませんでしたけど。ようエステル、みんな久しぶりだね。さあ、なんか久しぶりだねという声が聞こえる。なんと記者の二人がなんか乗っている。あなたたちは、妙なところで再会するじゃねえか。よろしくね、エステルちゃんたち。どうしてナイアルたちがアルセイユに乗ってるのよ。それは私の方から説明させてもらうよ。はい、これユリアさん、アルセイユのね、艦長もやってますからね。あ、ユリアさん、どうして。昨日はアルセイユが来るなんて教えてくれませんでしたよね。殿下を驚かせたくて秘密にしておりました。どうも申し訳ありません。もうユリアさんたら。ではアルセイヤを使うのはおばあ様の計らいなのですね。ええ、ご推察の通りです。どうして女王様が。名高き神鋭艦を投入すれば竜の出現に怯える人々の不安を減じられるのではないか。そのようなご配慮というわけだ。ちゃんとね国民のメンタルにも配慮しているというわけですね。あ、なるほど。ふ、さすがアリシア陛下だ。そちらの記者諸君がいるのも同じような理由なのかな。
まあそういうことだ。今度の竜の出現はインパクトが大きすぎるからな。うちの報道を通じて国民の動揺を防ぎたいらしい。ダイアル殿、くれぐれも。待ってますって、機密は記事にしませんよ。ただ公正さを保つためにもある程度は突っ込みますぜ。了解した。ふん、時間通り来たようだな。老人の声、これはモルガン将軍。今回の葬式はモルガンさんですからね。あ、モルガン将軍、同行を認めてくださって感謝しているわ。まあ女王陛下のご意向もあったからな。誤解のないように言っておくが、お主らあくまでオブザーバーの目にすぎん。基本的には我々の作戦を眺めてもらうだけにしてもらうぞ。うん、それでいいわ。軍の作戦でケリがつくならそれはそれで OK だし、せいぜいお頼みを拝見させてもらいますよ。うん、まあいい。姫様、どうぞこちらへ。ブリッジに案内しますゆえ。ですが、王家の船に姫様を客人としてお乗せするわけには参りませぬ。クルーの指揮にも関わりましょう。わかりました。さあ、とりあえずクローゼはね、一旦特別扱いということで、というかもともと特別な存在なのでね。うん、相変わらず素っ気ない人よね。いい加減遊戯士を認めてくれてもいいのに。ふふ、頑固な方だから態度をいきなり変えるのを良しとしないのだろう。君たちの案内は私がさせていただくよ。まあモルガン将軍もね、まともに話してくれるようになっただけ進歩というところですからね。改めてようこそ遊撃士諸君。王室親衛隊所属巡洋艦アルセイユへ。さあ今回遊撃士チームはアルセイユに乗って、一旦ね、王国軍の作戦を眺めることとなり申した。まあ、捕獲作戦ということですからね。果たしておとなしく竜は捕まってくれるのか、そして捕まえたからといっておとなしくしてくれるのかというところですが、ここでアーガットとティータ登場。行っちゃった。もう少し早めに起きて出発しとくんだったな。仕方ねえ、竜の観察はエステたちに任せとくか。そうですね。でも会う、一度アルセイユに乗ってみたかったな。一般人が乗る機会はないでしょうからね。なかなか。なんだ、またメガフェチかよ。だって見どころが満載らしいんですよ。新型エンジン8機を格納するエンジンルーム、高度な情報処理機能を備えた次世代型ブリッジ。はあ、憧れちゃいます。たく、目をキラキラさせやがって。でもアガットさん、これからどうするんですか。そうだな、まずは代わりの銃剣を調達しておきたいところだ。折られちまいましたんでね、レーベリー。あ、そっか、あそこまで折れちゃったら修理もできなさそうですね。あ、買い替えるしかないだろう。南外区の武器屋で同じものを調達しておくか。アガットさん。さあまた青年、今度の青年は受付の人、ヨーテッド。受付のお兄さん。あ、やっぱり間に合わなかったみたいですね。今なら動力通信が通じますけど、アルセイユに連絡しますか。いや、別にいいさ。しかし、わざわざ俺たちが乗れたか確認しに来たのかよ。あ、それもあるんですけど、実は昨日の最終便でアガットさん宛ての速達物が届いていたのを見つけたんです。俺宛ての速達物だと。ええ、ラッセルという方からの小包なんですけど、なんとラッセル家からピーターではなくアガットへ小包。おじいちゃんからの。さあ一体何を送りつけられたのか。こちらも何かありそうですが、まあそれはそれとして、こちらは竜の捕獲作戦ですね。まあね、今でこそなんか奇跡シリーズ、割とね飛行船が飛び交って、空中戦もね、こういう空中作戦も見慣れたものになりましたが、シリーズ的にはね、ここら辺が初めての空中作戦というかね、飛行船を使った作戦の見せ場という感じになりますかね。では王国軍により竜捕獲作戦の説明を始める。さあモルガン将軍、とりあえず我々に説明してくれる。さすがにね、軍の方にはもう完全に行き渡ってるでしょうからね。本作戦は飛行艦隊によって遂行されるものだ。地上部隊はリベール各地の警戒防衛に徹するのみとする。リベール各地ということは王地方だけじゃないわけね。昨日の一件で竜の飛行能力がかなりのものであることが判明した。いつ他の地方が襲われぬとも限るまい。うん、確かに。そこで今回の作戦にはこのアルセイユに加えて飛行艇12隻を投入する。なんと計13艦で囲っていく大規模作戦。これは全警備艇の5分の2に相当する数だ。あの警備艇が12隻も。それは大盤振る舞いだね。ユリア隊は、さあまさに戦争といった感じですが、わわ
これは今回の作戦行動図ですな。うむ、その通り。今このアルセイはフォース上空を巡航しておる。はい、上の方ですね。本作戦でアルセイは作戦司令部として機能する。そして実際の哨戒活動は攻撃レーダーを搭載した警備艇8隻に当たらせる。リベール国内の外周にとりあえず配置しておくと、竜が上空に現れたら確実に捕捉できるはずだ。そして竜が発見された場合、警備艇が急行しガトリング砲で牽制しながら竜をバレリア湖上空に誘導する。そして竜発見と同時に麻酔弾を搭載した警備艇がレイストン要塞から緊急発進し、追い立てられた竜を迎撃。ありったけの麻酔弾を持って竜を沈黙させるというわけだ。今回は討伐作戦ではなく捕獲作戦ですからね。とにかく動けなくさせれば勝ち。これが竜捕獲作戦の概要だ。うわぁ、さすがにギルドとは作戦のスケールが違うわね。竜が麻酔弾で倒れなかった場合、捕獲から退治に切り替えるのかしら。うむ、全艦隊による集中砲火を持って撃破するしかあるまい。女王陛下は退治よりも捕獲を優先してほしいとの意向だが、え、どうして。竜といえば伝承にも登場する極めて珍しい生物だからな。退治は忍びないとおっしゃっていた。そうですね、結社に操られている可能性も高そうですし。そっか、確かに。そういえば竜を操っていたレーベット男ゴスペルを持ってたわよ。うむ、動力停止現象の危険だな。ラッセル博士によれば動力停止現象の連鎖範囲はおよそ5ヤージだという。故に各艦艇には10ヤージ以上竜に近づかないように徹底させる。そうすれば問題はないはずだ。なるほど。うん、恐れ入った。万全の対策というわけだね。事前準備は十分。我らも伊達に100日戦役を経験したわけではないからな。まあこの作戦が失敗したらさすがに打つ手に困るところだ。その時はよろしく頼むぞ。そのために来ている。殊勝なこと言っちゃって。作戦が失敗するなんて思ってもいないんじゃない。うん、当たり前だ。この作戦問題があるとすれば竜が発見されるまで辛抱強く待たれ待たらんことくらいだからな。確かに無駄足だった場合はどうするの。いや、これまでの結社の手口を考えたらそれはないだろう。必ずやあの竜を使って何かしでかすつもりに違いない。そっか、確かにそうね。それでは遊撃士諸君、竜が発見され次第アナウンスでお知らせする。それまでは艦内でゆっくりくつろがれるといいだろう。しばらくね、このアルセイユ艦内を探索できるようになりますね。ちょっと見て回りましょう。はい、ここではオリビエが早速いっぱいやってる。おやステル君、艦内の散策中かい。まあそんなとこだけど。であんた、作戦前に何飲んでんのよ。ふ、これは前宿の杯だよ。天才詩人と伝説の竜との運命的開口を祝っているのさ。天才詩人はともかく伝説の竜ね。もしかして帝国にも竜の話があったりするの。ああ、もちろんあるよ。大地方にほど近い南部では竜の目撃弾や伝承も多くってね。百日戦役の前には帝国科学院の呼びかけで調査隊が計画されたこともある。へえ、本格的じゃない。やっぱり帝国人にとっても古代竜は未知の存在なのね。うむ、概ねはそう考えて正しいだろうが、だが帝国人の場合はもっと割り切った考え方をするかな。割り切った考え。リベール王国と比べると随分と特別的なんだよ。今回の事件が帝国で起きていれば即座に捕殺の命が下っただろう。外敵には悠然と立ち回るのが帝国人のやり方だからね。竜だろうが何だろうがお構いなしに叩き落とすはずだ。なんか殺伐としてるわね。武を持って国を休んずるがエレモニア帝国の流儀だからね。愛と平和の使者たる知人にとってはいささか悲しいところではあるよ。さあ、作戦会議室にはモルガン将軍が残っている。どうですか。なんだお主か。どうしてのモルガン将軍、こんなとこに一人だなんて。うむ、改めて作戦計画を見直していたところだ。完璧に見える計画でも時を置いて見返せばあらが見つかるものでな。それで何か欠点は見つかった。いや、今のところはない。よほど不測の事態がない限り本作戦は成功を収めるはずだ。残念ながらさすがに今回はお主らの出番もないだろう。フラグビンビンのモルガン将軍。まあだといいんだけど。でもいざとなったら私としても手を貸すわよ。上官を許可してくれたんだもん。少しは期待されてるってことよね。無論そのつもりだが、お主らが自由に動けるのは我々の作戦が終了した後の話。作戦行動中はあくまでこちらの指示に従ってもらうぞ。大丈夫、分かってますって。まずはおとなしくお手並みを拝見させてもらうわ。ふん、小娘が言いよるわい。竜と遭遇するまでまだ若干の猶予があるはずだ。
それまでせいぜい準備を整えておくがいい。はい。まあね、将軍も今のところ作戦に現わないと言っておりますが、果たして本当にそうなるか。こちらはあれですね、機関室ですね。こっちが関係者がいた地域所機関室。知った顔はいないですね。確かでもここら辺にあの人が、ここはまだ、ここは医務室だし、こっちは、はい、これにジンさんがいる。ジンさん、よエステルじゃないか。どうしたこんなとこまで。ジンさんこそこんなところで何してるの。あ、ひょっとして昼寝とか。あ、そいつも悪くないが、少し稽古でもしようと思ってな。狭いところでじっとしてるのはどうも落ち着かなくていかん。そういうお前さんも散歩か何かの途中のようだが、私もじっとしてるのはなんだか苦手なのよね。でも稽古って言っても周りを見渡す。運動するには狭すぎるんじゃない。ジンさんでかいしね。何、動くばかりが稽古というわけじゃない。これだけの広さがあればできることはいろいろある。例えば瞑想や呼吸法はもちろん、型の復習も重要な鍛錬になる。とかく俺たち遊撃士は実戦ばかりで崩れがちだからな。檻に触れて基本に戻り、自らを正すことも重要だぞ。できる武術家はそういうところも怠らんと。確かにここのところ肩稽古なんてしてないわね。ジンさんに言われるとなんだか焦っちゃうかも。は、そう気にするな。今のはあくまで一般論さ。だが思うところがあるなら取り組んでみて損はないぞ。この俺でよければ喜んで大連の相手を務めよう。その時はよろしくお願いするわね。おう、楽しみにしてるぞ。はい、ちょっとした武術のアドバイスをもらえる。で、そう、こちらにね、なんかいた気がするんですよ。この人かな。あ、出ましたね、整備士ペイトン。やエステルさん、お久しぶりですね。皆さんはこの方覚えていらっしゃいますか。確かあれで、お忘れですか。整備士のペイトンですよ。イシャール大佐の事件の時に作戦に同行させてもらったものです。ごめん、やっと思い出したわ。あの時特務艇を用意してくれた人よね。そう、城にね、乗り込む時に特務部隊が使っていた船を使えるようにしてくれた人。あは、ありがとう、思い出してもらえて光栄です。それにしても遊撃士さんが乗るとは聞いていましたけど。いや、それがまさかエステルさんたちだったわ。こっちもアルセイが来てくれるとは思わなかったわ。オフ軍も今度の作戦にはよほど力が入ってるみたいね。ええ、百日戦役以来最大の作戦行動だと聞いています。それも話によれば目標は伝説の古代竜だとか。新型エンジンの初陣として相手に不足がないっていうところですね。すごい自信じゃない。それだってこの日に備えてこれまで調整してきたんですから。今日も中央工房の設計者さんがデータを取る予定になっています。せっかくの晴れ舞台ですからね、アルセイユにも持てる力を存分に発揮してもらいたいですよ。はい。で、なぜこの人に話しかけたかと言いますと、この人今後のね、作品でもとある船に乗船することになります。そこで見つけた時はね、あ、この人来たんかと、結構驚いたものですね。ちょうどこういうね、なんか倉庫みたいなところにその時もいたような感じでしたからね。はい。まあ、ペイトンさんも覚えておくといいキャラですね。はい、今度はアルセイユの後部甲板。そこには知らねえがいる。あ、知らねえ、こんなとこにいたんだ。あら、エステルは散歩。うん、そんなとこ。風にでも当たってたの。ええ、いい天気だし、くつろがせてもらってるわ。出番に備えて休むことも私たち遊撃士の仕事よ。特に今回みたいに時間が空くときはなおさらね。うん、それはわかってるけど、知らねえは今回の作戦が失敗すると思ってるの。さあ、てどうだろう。ま、常識的に考えれば成功する可能性の方が高いわね。何しろ虎の子の警備艇が12隻も刺激してるんだもの。どれほど古代竜がすごくても逃げ切るとは思えないわ。もうそうだよね、発見するとこまでは普通に行けそう。今回はモルガン将軍もすごく自信がありげだったし。でもそれはあくまで表向きの顔に過ぎないわ。遊撃士を乗せることには少なからず反対があったはず。それを振り切ってまで同情を聞かしたってことは、モルガン将軍にも不安があるってこと。そう考えるのが自然でしょう。ま、だからこそ今はリラックスってわけよ。ふう、なるほど、納得。私も散歩を続けてこようかな。ふう、そうなさいな。王家の船に乗る機会なんてそうそうないんだから。そうだよね。じゃあ知らねえ。また後でね。まあ、ここは一応ね、保険としての格好は忘れず、のんびりしておこうというところですね。で、こっちは、ああ、この二人か。ヘイドロシー。ヤッホーエステルちゃん。はい、ドロシー。王と出会っていないね。撮影の調子はどう？ふ、もうバッチリだよ。この子とっても可愛いから、どの角度から撮っても OK なの。この子って、あ、アルセイユのことか。
おとろしいは相変わらずマイペースね。エステちゃんこそ、いつも通りの元気なエステちゃんでよかった。ああ、それはどういたしまして。あれ、もしかしてドロシーも心配してくれたの？うん、それはもちろん。あのヨシオ君の写真撮ったのは私なんだよ。そのせいでエステルちゃんが落ち込むなんて嫌だなって。そっか、ごめんね、ドロシー。うん、気にしないでいいってば。私の方がお姉さんなんだし、エステルちゃんを励まして当然だよ。もし他にも悩みがあったらいつでもドンと相談しちゃって。ああ、ありがとう、考えとくわ。なんかドロシーがちょっとお姉さんムーブを出してきたが、はい、こちらはナイアル。よ、エステルじゃねえか。リュウが現れるまでは暇つぶしってところか。まあ、そんなとこね。ナイアルたちは早速取材？いや、同じく主役のご登場を待ってるところさ。一応アルセイを何枚か押さえさせているかな。それにしても今回はラッキーだったぜ。確かに通信者には美味しい話よね。世間を探す竜騒動と一緒に親衛官の取材までできるなんて。竜と飛行艦隊の対決ってだけでとんでもねえ特大だからな。今回の同行取材にもほとんど全ての通信者が手を挙げたって話だぜ。うん、やっぱりそうなんだ。でもよく選ばれたわね。ひょっとしてくじ引きとか？アホ、なわけねえだろ。うちを指名してくれたのは過去の報道を評価してらしい。あのクーデター事件での実績がここに来て聞いてるってわけさ。すごいじゃない。猛虎軍の人たちにもちゃんと評価されてるのね。いい記事を書いてりゃいつか評価されるってことだな。まあそんなわけだから今回も情報提供よろしく頼むぜ。こぼれ話的なエピソードがあると指名を含むとき助かるんだな。あは、うん、了解したわ。はい、まあね、このね、2人、取材班の2人もね、後々素晴らしい賞をいただくことになりますが、それもね、こういうつながりがあってこそ。で、ここにはクローゼ。あら、エステルさん、もしかして落ち着かないんですか？うん、ちょっとね、じっとしてられなくて。そういえば定期船でもいつもお散歩されてましたね。あは、言われてみれば確かに。行儀よく座ってるのってなんだか、なんか窮屈なのよね。すくすエステルさんらしいです。でもアルセリウではそんな心配はいりませんよ。どういうこと？王家の所有とはいえこの船は巡洋艦ですから。一般の飛行客船とは運動性能が段違いなんです。サイレン船速での飛行となれば立っているのも無理なくらいです。クローゼは経験済み。そんなにすごいの？ふ、きっと驚かれますよ。まるで嵐にあったようですから。そうなんだ。じゃあさながら今は嵐の前で静けさってとこね。おっしゃる通り、つかの間の平穏かもしれません。館内をご覧になるなら今のうちだと思いますよ。あと言えてるわね。じゃあ私は散歩を続けるとするわ。はい、では後ほど。はい、でこちらがユリアさん。これはこれ、エステル君、アルセイは気に入ってもらえたかな？うん、もちろん。さすがに女王様の船は一味違うなって思ってたところ、お褒めに預かり光栄だ。新型エンジンが間に合い我々もほっとしているところだよ。もっともこれほど大規模な作戦があるとは思わなかったが。確かに、まさか竜が現れるなんて誰も想像しなかったもんね。我々にとっても全く未知の相手だからな。万全の計画があるとはいえ油断することは許されない。万が一の場合も考え確保しておいた方がいいだろう。その万が一に備えて私たちが呼ばれたわけか。できれば諸君の手を借りずに済ませたいものだが、いかなる結末が待つものか。今はエイドスのみぞ知るというところさ。はい、まあで、作戦というものは始まってみなければわからないと。で、あとはブリッジのこのソーダシとかの3人、ソーダシルクスで、このルクス君と、このね、周りの2人、この人たちは割とね、こうエコーさんね、ユリア隊に近い感じの人たちですね。まあユリア隊が働きすぎてないかといつもね心配したり、ちょっとね気にかけている人たち、リオン、この人たちもちょっとね出てきたりしますが、さてこれで、一通り見て終わったので、はい、哨戒艇メルダゴイル連絡、マルガ鉱山上空にて飛行中の竜を発見と。竜は持ち場に向かい、ギルド関係者はブリッジに集合された人ということで、さあ早速マルガ山道方面で竜が発見された。さあ背中にレーベはさすがに乗っていない。ここではまあ竜が短期飛行、めっちゃ近づいてるけど大丈夫か飛行船。翼って当たってないですかそれ。翼がめちゃくちゃ当たってそうだったが、